はい、今回の動画は iPhone の容量が足りなくなってきた時に LINE のキャッシュを確認してみましょうということで iPhone の内蔵のストレージの容量がですねちょっと足りなくなってきたかなといった場合にそのね容量を空ける方法っていうのはね本当にねいろんなものがありますけども今回ご紹介するのは LINE のキャッシュですねこれがですね長く LINE を使っているとメッセージであったりだとか画像なんかをですね送るたびにどんどんですねキャッシュが溜まっていって意外と iPhone のです、ね、ストレージの容量を圧迫する原因になってい ていますので、この line のキャッシュはですね。定期的にね。削除するといいと思います。それでは早速その削除の方法なんですけどもまずはですね。line のアプリを起動してもらって、画面の右上のね。この歯車のマークのところですね。この設定のところをですね。タップします。はいで、次にこの line の設定の画面をね。少し下に下がってもらうと、このトークという項目がありますんで、こちらをタップをしてください。 はいで次にこのトークの画面も少しね下に下がってもらうとこの「データの削除」という項目がありますんでこちらをタップします。 はい、そうするとここで LINE のです、ね、いろんなデータを削除することができるんですけどもキャッシュを、ね、削除したい場合はですねこの上のキャッシュというところですね今こちらはゼロでキャッシュがねちょっと今この iPhone にはない状態なんですけども LINE をね長く使っているとですね結構ですねここに何ギガものですねキャッシュが残っているケースがありますんでその場合は、ね、この右側の削除というところを、ね、タップすることによってキャッシュを、ね、削除することができます。 で、でであとね、ね、こちらではです、ね、それ以外にもですね、このトークデータ、ですね、この下のすべてのトークデータというところで、まあ、写真であったりだとかですね、まあ、動画はね、今、LINE はですね、一定期間で自動削除されるようになっているんで、まあ、ゼロのね、ケースがほとんどだと思うんですけども、あと、ボイスメッセージとかファイルとかですね、あと、その下のところでこのトークデータごとにですね、データを削除したりとかすることもできますんでまあ、とにかく iPhone の容量を空けたくてですね、まあ、このトークデータとかもね、削除したいということであればまあ、ここからですね、個別にですね、削除することもできます。 まあ、いずれにしてもですね、この LINE のキャッシュの削除を今まで一度もやったことないという方で iPhone の、ね、容量が、ね、ちょっと少なくなってきたなといったときはですね、一度この LINE の、ね、キャッシュのデータのですね、状況を確認してみてもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。